しっかり食べて痩せる5つの方法をお伝えします。あなたはご存知でしたか？しっかり食べないと痩せられない体になってしまうんです。こんなことありませんか？カロリーを制限して食事をこう制限しているのにかえって太ってきた、なんでだろう。そこでこの動画をご覧いただくと、どのようにこうしっかり食べれば逆にこう痩せる体質になることができるのかという、その具体的な食事のメニューと解決策をお伝えしていきますね。そしてこの動画の一番最後に、実際私がしっかり食べているその食事のメニューを写真付きで公開いたします。お写真とともに解説していきますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。まずはそのなぜしっかり食べないと痩せることができないのかというその理由です。こちら、栄養不足だからなんですね。やはりしっかり栄養をとっていない限り痩せることはですねできないんですね。それはなぜかと言いますと、こう例えば一つ目、糖質ですよね、まあ、パンであったりパスタであったり、まあ、お米ですよね、そういったこう糖質甘いものを取って、その取った糖質をですねこう代謝としてこうエネルギーに変えるときに、糖質プラスビタミンとミネラルが必要なんです。糖質だけではその代謝ができないんですね。必ずセットでビタミンやミネラルを一緒に取ってあげないと、その取った糖質をエネルギー代謝としてその変換することができないわけです。なので例えばパンだけ食べるとかではダメですよということですよね。パンプラスビタミンミネラルを、まあ、取るお野菜であったりフルーツであったり、まあ、こういうことなんですよね。では2つ目、脂肪もそうなんです。脂肪をですね、まあ、取った時にその代謝としてエネルギーに変える時には、上のその糖質はビタミンミネラル必要でしたよね。これプラス酵素がないとですねダメなんです。もういかにやはりバランスの良い食事というのが大切かということなんですね。ですからこういったビタミン、ミネラル、そして脂肪については酵素、こういったのを一緒にこうセットで取ってあげない限り、その代謝としてエネルギーができないということなんですね。しにくいということ。じゃあ結果どうなるか、糖がしっかりと代謝をこうされず、脂肪に変わって体の中に溜まっていく、脂肪もそのしっかり代謝にこう分解されずに体にそのまま溜まってしまう、要はこう溜め込んでしまうわけなんですね。ですからポイントはビタミンやミネラル、酵素をやはり糖質脂肪を取るときにはセットで取る必要があるということなんです。こうしない限りですね、こう糖質や脂肪ばっかりこう偏って、まあ、量を減らしたとしてもですね、まあ、例えば運動を頑張ってみたりカロリー制限をしてみたりとしたとしても、もともとその取ったエネルギーを代謝に変えることができないわけですから、どんどん体にこう溜め込んでいてこう太っていくというですね、まあ、こういう体の仕組みがあるわけです。逆に言えばしっかりと糖質も脂肪も大切ですよ、だけれどもこれを分解するのにやっぱりビタミン、ミネラル、酵素が、どのようにこう具体的にバランスよく食事の中で取っていけばいいのかという方法を今から5つに分けてお伝えしていきますね。ベースはここです。栄養不足が原因、栄養というのはそのビタミン、ミネラル、酵素ですよね。糖質や脂質、他まあ9大栄養素、入った栄養素ですよね。では5つあるうちの1つ目です。こちらベースは腸内環境を整えましょうです。もう私ですね、この YouTube の動画でもう何度も何度もお伝えしておりますけども、ここ大切。とにかくあなたの腸内環境がいい状態でなければ決して痩せることができないので、まずここでそのしっかり食べるという意味でも腸内環境を整える食べ方をしましょうということですね。4つあります。1番発酵食品、納豆、キムチ、味噌汁、乳製品ですよね、ヨーグルトなどなどです。ああいった発酵食品を食べることで痩せ菌と言われるその善玉菌をたくさん増やしてあげましょう。そして2つ目、水溶性食物繊維です。ネバネバ系食品ですよね、まあ、わかめであったり要は海藻類です、
あとオクラであって山芋であったり、そういったものを摂ることで、その先ほど増やした善玉菌の餌になるわけですが、どんどん善玉菌が元気になってくれるということなんですね。で、あと2つは、3つ目オリゴ糖です。こちらは玉ねぎですとか蜂蜜などにも含まれております。こういったのを一緒に摂っていくこと、こちらも善玉菌が大好きな餌となるんですね。で、4つ目 EPA DHA、 これは青魚の油であったり、アマニ油というその良質のオイルですよね。そういったものからしっかり摂っていくということなんです。で、こちらが一番の腸内環境を整えるという食べ方です。で、次2つ目です。よく糖質カットダイエットとかありますよね。やっぱり糖質って食べ過ぎると太ります。もうこれはですね、太ってしまう。ただそれだけを取るというよりは、やっぱりセットで取ることが大事というお話しましたね。栄養バランス、そこでその糖質を取った時に、例えばパンとかスパゲティとか甘いものを取った時に、そのいかにその取ったものですね、エネルギー化、代謝に変えるか変えられるかっていうのがポイントなわけです。で、その時に必要なのがビタミン B1 なんですね。ですから糖質をちょっと食べ過ぎたという時はですね、必ずこういったのを組み合わせてください。そもそも糖質自体が玄米はもうベストですよね。玄米、雑穀米、胚芽米などを白米の代わりに食べるですとか、あとは麺はうどんではなくて、そばにしてみるとか。で、プラスその、糖質を取った時には大豆製品を取る、豚肉、魚、卵、乳製品、ニンニク、アーモンドなど、こういったビタミン1を多く含んでいるものを一緒に取られると、あなたがその糖質を取ったとしてもしっかりとエネルギー代謝に変えることができて、ちゃんと痩せる体質になりますよということです。で、次3つ目ですね。大丈夫ですか。今度は、油、脂質ですよね。この脂質を取った時にいかにエネルギー化できるかという、その食材はビタミン B2 が大切なんです。そのビタミン B2 を主に含んでいる食材は納豆、わかめ、卵、乳製品、サバなどです。こういったのをしっかり取ってあげることで、脂質のものを召し上がったとしてもしっかりとこう代謝に変化できるわけですね。では次々にいきましょう。4つ目です。はい、3つ目タンパク質です。タンパク質の代謝を上げる食べ物はビタミン B6 を含んでいるもの。代表的な食べ物はトマト、ニンニク、バナナ、カツオや鶏の胸肉などです。このことでしっかりとそのタンパク質を取ること、すごく大事ですよね。もう細胞の材料なわけですから、あなたのその臓器、内臓の細胞、筋肉の元となるものはもう全てタンパク質ですから、タンパク質はもう必ず毎食摂ってください。で、摂る量の目安は手をこう握って拳作りますね。で、この拳の表面積、これぐらいの大きさを毎回朝昼晩摂れるといいと思いますよ。さあ、タンパク質、代謝の上げる食べ物の、その後は、食べ方ですね、方法です。よく噛んで食べるなんですね。ここがものすごく大切になってきます。唾液に含まれる成分があなたの血糖値の急上昇をやはりですね抑えてくれるんですね。太る原因はこの血糖値の急上昇なわけです。血糖値が急上昇してしまうと、脂肪を溜め込みやすくなってしまうわけですから、ここをしっかり噛むことで唾液をしっかり出すことで抑えていきましょうということなんですね。で、私も硬い食べ物とか消化に負担がかかる食べ物は最低100回100噛むことにしています。で、もちろん噛んでる途中にですね、もう口の中からもなくなっていくぐらい、噛むのが目安なんですね。いいですよ。もう本当に普段の量の半分ぐらい食べた頃にはもうお腹いっぱいになります。私もできる時に社会紙しておりますので、あなたもぜひ楽しく取り組まれてくださいね。で、また他にもよく噛むことでその脂肪燃焼が促進されるんです。これすごいですよね。噛むだけでいいんですよ。あなたが普段よりももっともっと噛むだけで、あなたの体のその脂肪をどんどん燃やしてくれるわけですから、もうぜひ、もう道具も場所も何にも問わないですよね。ただ噛むだけです。ぜひぜひ楽しく噛んでいきましょう。
でプラスもちろんもうご存知の通り満腹中枢が刺激されることでもう適量で満足することができるんですね。こう食べ過ぎ予防になるわけです。さあいかがだったでしょうか。以上のこの5つの方法を、できるところからですね、ぜひぜひもう今すぐに取り組んでみてくださいね。そして、私のですね、いよいよこれ最後の、私のこう普段食べている、メニューなんですけれども、この写真をですね、ご覧いただいていただきたいんですけれども、まずそのもうこれちなみに一例なんです。これこのお写真はですね、朝食、私の朝食の写真なんですけれども、朝食に限らずもういつもこんなパターンですね。もうお膳です。もう単品で済ませるっていうのはもうないんですよね。まずその主食のその糖質ですよね、はですね、玄米です。玄米ご飯に紫もち麦っていうそのもち麦をですね、こう入れて炊くんですね。でこれにプラス実は私ですね、米麹も入れて炊くんです、ご飯炊くときに。なので私のご飯、というのは玄米、紫もち麦、米麹ですなんですよ。でこの米麹はですね、そのどのような米麹を使っているかと言いますと、実は以前別の動画で痩せるドリンクと題したですね、麹ドリンクの作り方っていう動画をアップしております。でこの麹ドリンクで使い終わったその米麹をですね、最後玄米に混ぜて炊いてるんですよ。もう無駄がなく使える最後までこの米麹で、とってもふっくらとしたですね、甘みが増してもうとっても美味しくって、もう私の娘もですね、毎日お弁当にこう入れてあげると、もうママ美味しいって言うんですよね。もうこのご飯最高って、もうすごくねよく食べてくれるんですよね。なのでご飯はそういったメニューです。でこの麹ドリンクの作り方、米麹ですね、そのどうやったら残った米麹ができるのかという動画をこちらの詳細欄のリンクに貼っておりますので、この動画をご覧いただいた後にぜひこの痩せるドリンク、麹ドリンクもチェックしてみてくださいね。で2つ目、お味噌汁ですね。もう味噌汁大好きです。でもう具材は何でもいいんですよ。もうお野菜とかきのことか海藻わかめとかもいろんなものを入れて、作るんですよね。そしてその中に実は塩麹納豆を入れるんです。でこの塩麹納豆もですね、どのようにして作るかというのがまた別の動画でお伝えしているのがあります。この動画はですね、タイトルが、塩麹納豆と言ってはなくてですね、心が明るくなるレシピっていう形で出してます。でそちらもこちら詳細欄のリンクに貼っていますのでチェックしてみてくださいね。でこのですね、塩麹納豆がめちゃくちゃ美味しいんですね。とっても美味しいんですよ。でそれを、大さじ、大きいスプーンに1杯ぐらいこう味噌汁ジャガーに入れて、その後味噌汁をね注ぐんです。でよく混ぜて毎朝食べるんですけども、ものすごくですね美味しいんですよね。先ほどのお伝えしていた食材のチェックですよね。まずお米は、玄米を使っていて、もち麦もこの中入りますよね。と、納豆は、大豆製品も入ってますし、他にありましたよね。この腸内環境を整えるこの発酵食品にも入りますよね。納豆は発酵食品に入りますよね。でお味噌汁に今回入れたわかめはこの食物繊維になっておりますね。そしてその中にですね、甘煮油も入ってるんですよ。お味噌汁に私甘煮油をこうちょこっと垂らしていただくんですね。お味噌汁に甘煮油も入ってますが、ここ4番もここでクリアですね。全部入ってますね。オリゴ糖は後からお話しますね。そして、玄米でビタミン B1 も取りましたし、納豆で大豆も取って、であとメインのですね、お写真の中でこう卵ですね。卵、その日はですね、ミックスベジタブルを入れたいり卵を作ったんですね。娘のお弁当のおかず用にと思っていり卵を作ったから、ここでも取れてるんですよね。であとは
ヨーグルトの写真も入っていると思うんですけども、でこのヨーグルトもですね、あの普段、まあ、市販のはこう動物性の、まあ、牛乳から作った動物性タンパクのヨーグルトだと思うんですけれども、あのそうしますとやっぱりコレステロールがですねやっぱ高いんですよね。なので私は何をしているかと言いますと、こちらもあの別の動画でアップしております痩せる豆乳ヨーグルトの作り方というですね、実はその手作り豆乳ヨーグルトを毎朝美味しくですねいただいているんです。でその豆乳ヨーグルトというのはその作り方はですねもう簡単なんですよ。でその豆乳はコレステロールがゼロなんです。動物性のヨーグルトは高いですけれども、なんとこの手作り豆乳ヨーグルトはコレステロールゼロですし、とってもまろやかでですね美味しいんですね。でそこにあの先ほどお伝えしたその食べ方のですね一番とこのこの3番オリゴ糖が入っている私蜂蜜をちょっとこうかけて食べたりとか、あの今回のお写真ではですねちょっと切らしていてかけなかったんですけど、あのもう大豆 100% の、 あの強きな粉ですね、こう細かい粒子のきな粉をきな粉パウダーと脂肪かけてですね食べたり、あのココアピュアココア、ココア 100% の、 あのココアもちょっとかけたりして、ちょっとこうデザート感覚で美味しく、食べております。なので、今お伝えした私 の、 あの食べるメニューは、 あとすいません、あのぬか漬けが入ってましたね。ぬか漬け、あのきゅうりと大根と人参が定番なんですけども、ぬか漬けも発酵食品ですので、私の先ほどお写真の、メニューはですねこの腸内環境を整えるのが全部入ってます。そして2番でいうとビタミン B は今回玄米とかもち麦とか、納豆と、卵ですよねが、クリアなんですね。で時々ちょっとあの物足りないなと思った時は食後にアーモンドポリポリとかねおやつを食べてます食べたくなるんですね。で3つ目の、こちら脂質代謝を上げるところでは同じですが、納豆が入ってわかめが味噌汁入って卵が入っていたというですね、ここもクリアですね。で次タンパク質代謝を上げた食事が、私は今回はトマト、トマト入れようと思ってですねトマト入れたんですよね。ビタミン B6 が入ってトマト入れて、そして100回噛みましたです。いかがですか、これだけしっかりとあの簡単メニューなのに全部クリアなんですね。あなたもできますよ、大丈夫です。あの全部クリアできたらもう思いっきり褒めていただきたいんですけども、ご自分のこと、ただできない時があってもいいんです。どこか一つでも二つでもこう増やしていくですね、工夫をぜひぜひ、あなたもできますからされてみてくださいね。そして今回ですねこの動画をご覧いただいて、あなたはいかにこうしっかり食べることが大切かということをあの腑にこう落としていただくまでこう何度も何度も繰り返し見ていただきたいんですね。そしてあなたご自身と大切な大切な周りの方々のためにどんどんこのお話をシェアしてくださるととても嬉しいです。またこの動画のお話役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。